氷炭成分は、友座の方角に約5000光年離れた位置にある、長さ1.24光年の原子惑星上星雲である。ハップル宇宙望遠鏡による画像で、死にゆく、恒星の中で超音速の衝撃波面を形成する激しいガスの衝突が観測される。この天体は、比較的大量の溶を含むため、腐った卵星雲と呼ばれることもある。 星雲の最も密度の高い部分は中心の構成から最近放出された物質で構成され逆方向に加速されている。画像では黄色で示されるこの物質は150万キロメートル毎時もの速度で遠ざかっている。構成の元々の質量の大部分は現在はこの総局のガス構造の中にある。スペインとアメリカ合衆国の天文学者のチームは ハップル宇宙望遠鏡を用いてガス流がどのように周囲の物質の中に衝突していくかの研究を行っている。彼らはこのような相互作用が惑星上星雲の形成過程を支配していると考えている。ガスの拘束のため衝突により衝撃波面が形成され周囲のガスを加熱する。コンピュータの計算ではいくつかの場合に そのような衝撃波面が形成されるが、以前の観測ではこの理論を証明できていない。この新しいハップル宇宙望遠鏡の画像は、水素イオンと窒素原子からの光のみを通すフィルターを用いて撮影された。これにより、激しい衝突によるガスの最も厚い部分を区別することができ、これらが複雑な二重方向像を形成することを発見した。 画像中の明るい機大弾色は、濃密で高速のガスが、超音速の弾丸が倍質を逆方向に、引き裂くように構成から流れ出ていることを示している。中央の構成自体は、中央のゴミの帯に隠されている。今日観測されるガスの流れの大部分は、わずか約800年前に急加速が起こったように見える。1000年後には、氷炭成分は、十分に発達した。 惑星女成分になると考えられている。ABCDEAB 日本惑星協会アーカイブド2012年1月14日アットザウェイバックマシン。ありがとうございます。